そろそろ回復欲しい。結構大変だね。はあ、今のはなかなかいい戦闘だった。結構 PP 回復できた。最後キャラめんねえな。あー、うっそ、マジ？マジかー。取らないで。お、ぶな、応援呼ぶの？ちゃんと戦ってる人いるのかな。完全に PP 吸い取り合戦になってるんだけど。はあ、めっちゃ上がる。これで上にもルートがあるっていうことだったんだよね。なんかこれ見たことあるんだけど、こういうマップ、なんだっけ。てか上これ下に行くんだね。てか今私何してるんだっけ。あ、そう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 、こけしからのダンジョンなんだね。もうさっき進んじゃってんね。 RPG センサーが来ないとは。OK、 2回帰れるね。お、あ、びっくりした。鷹の目使うのかと思った。すごいね。でもなんかラストダンジョンみたいなテンションだけどさ、全然あのまだパワースポットと行ってないところがあるっていう感じだね。お、フラッシュガンマ。フラッシュガンマってなんぞや。一撃倒で倒すこともかなりある。右側に宝箱あったのが気になるんだけど、うわすごっ。はあ、こうくる。フラッシュ使ってみる。でも先にさ、サイコシールド貼られちゃったらやばいもんね。よし、スピードカプセル欲しい。サイコキャラメル使おう。てか何気にプーがすごい PP が回復してる。てかもうマックスじゃん。どんだけやってんだっていう。さあ、スピードカプセル使いましょう。進んだりかわかんないよ。あ、妖精の腕は、はあ、すごそう。催眠術にかかりにくくなる。いいねいいね。それはネスにしておこう。で、何かを捨てないと持ってない。腕輪だよね。ダイヤの腕は多分プーは装備できない感じだったから、とりあえず持っとこう。お、あー、下下開く。うわ、人入ってる。しかも今博士見えた。あ、待って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 どうしよう。下の宝箱気になるけどもう持てないんだもんな。もういいよいいよもういいよあれ？右の人、発掘おじさん？あれ、どんな感じだったっけな。隣ブクブク、隣のブクブク部屋。もうダメ。あ、これ苦しいのかな？あ、苦しいんだ。平気、息できる。でも、あー。怖いよー。ジョー、なんだっけ？ジェフ、え、誰だっけ？
でもみんないるね。あれこの人誰だっけ、この人砂漠系の人、隣の部屋ね。どうする、完全回復する。一応完全回復の状態で挑もうか。よし行きましょう。あららららら、これ手下なのかな。いいよね、報告で聞いていたよりずっと手強い子供だ。油断した。知恵のリンゴ の予言は正しいかもしれない。知恵のリンゴ、しかし私たちを甘く見るなよ。 DX スターマンデラックス、どうしようかな。シールドかけとこうか。知らました。なんだってこれは間に合わない。プーが間に合うか。どうしたい、どうしたい、どうしたい。ちょっと待って、とりあえず間に合う子早くして、早くして。あ、回復した、回復した。これ何これ何これ何これ。あ、待って、今 NS にやった。おばかー、どうしようどうしよう、待って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 。サイコシールとかけた方が良かったのか。誰だったっけ。とりあえずライフアップ、でも即死だからな。回復したところでないよね。え、これ負けイベントじゃないよね。コマンドなのにこんなに焦ってるんだろう。反撃してくれるの？あ、消すのね。オッケー。回復は大丈夫？一応自分回復しとこうか。カウントダウンで間に合わなくなったら嫌だし。あ、またそれっぽいですから。サイコシールドを全員に。 BB 足りんのかな。で、ここで
これもしね、このペンシルロケット20で勝っちゃったら、すごいダメージで、勝っちゃったらあれなんで、いや、まあ勝てよっていう話なんですけど、まあそれとこれとは話が違うというか。回復だよね、回復を。こうね。ほら、一番最初に来るからいいね。強さが増した。消えたんだなって。ああ、やった。あれ消えたんじゃないの？ちゃんと。もう混乱しすぎて半端ない、もう。朝の5時20分に何してるんだっていう。戦ってよかった、びっくりした。ネスたちが DX スターマンを倒すと、ストーンヘンジ基地は機能停止した。ああ、なるほどね。オッケー。ああ、びっくりしたー。まあ、なんとか勝てたー。よかった、あんだけ命のうどん持って。ああ、よかったね、みんな。さらわれた、嬉しい、助かった。リボンをあげます。土星さんのリボン、ごめんね、コイン捨てちゃってさ。捨てた、売った、どうしよう。ふりかけ、なんでふりかけ持ってんの。よいしょ。で、コーラ。あー、30も上がる、素晴らしい、ありがとね。怖かったけれど勇気を持ってぼーっとしてればいつか助かると初めのうちは思ってました。でも途中からくじけてきて、しかし助けてもらったので結果的には良かったわけです。あ、でもわかる、その気持ち。確率 7% くらいで助けてもらえると思ってました。でもここで土星さんに知り合えたのは大きな収穫でした。それにアンドーナツ博士にもとうとうお会いできたし。じゃ、ルクシオ、あ、ん？あ、この間アップルキットか。うん、オネットショット書館に返した。あー、はい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 。ギークの手伝いに誘拐されるなんていい経験ができました。プラシコは、この人誰？牧場で牛の乳を絞ってる時にさらわれちまった。あー、スリークの人かな。さらわれただの、助かっただのはもう過去のことだ。私はすぐにでもスペーストンネルの開発にかかりたい。ありがとうね。早く行きなさい。ジェフ、バカバカジェフ、僕を助けに来てくれたんでね、ジェフったら。あ、ネズ君。はい、こんにちは。あと1万年くらい生きてきて死に向いてやるつもりです。これもじゃあいいのかな。敵いる？あ、敵いなさそうじゃない。あ、いないや。じゃあゆっくり探索する。探索しようか。じゃあ探索しながら帰ります。カッツと。さて、ネズミ使わずに足で帰ってきました。ガッツカプセルと壊れたラッパと壊れたハーモニカがありました。何になるのかな。というわけでガッツカプセル使いましょう、ネズに。はい、でちょっと荷物整理をしようかな。キリがいいからやめようと思ったんですけど、続きが気になるからやっちゃおうと思います。そんな朝の6時です。久しぶりです。2001年くらいになったら返しに来て、もう2016年ですよ。 Now、 あ、喋ってる。え、前この人喋らなかったよね。いや、ネス君じゃないか。今日もいい天気だね。え、無口をも直す本かい。その本だったら僕も読んだのさ。それはとってもいい本だよ。あ、君も無口をなく直したいんだね。本棚をよくチェックすればあの本あるはずだよ。じゃあ、あの子も無口の本を読んで無口が直ったと。本
よしよし、手に入れました。その名の通り無口を直す本。では借ります。なんかこう借りる用スタンプを押さなくてもいいのかな。図書館なんて久しくもううん十年単位で行ってない気がする。そういえばグッズの整理をしました。こんな感じですね。今結構減らしたでしょう。相変わらずジェフは忙しいんですけど、あ、そう、スーパーバズーカをね一番最初にしてみたで、こんな感じかな。ちょっと命のね、うどんがかなり減ってしまったんですけど、それでもまあ一人一個ずつあるから。あ、この人か。はいはいはい、ここで使うのか。ほんとだ。あ、じゃない、本だそれ。無口直す、よく来た休め。わし無口の直す本、みんなに読んで聞かせる。おお、この本持っただけで少し無口直ってきた。へえ、すごい。はい、よろしく。夜なべしてくんないかな。グミ族の長老は無口を直す本をみんなに読んで聞かせた。みんな無口直ったおしゃぶりペラペラ。ぜひともお礼したいでございますから、グミドリアンやる。グミドリアンはグミ族の誰もが大好きな素晴らしい果物。あー、ものすごい臭いけどグミ族はみんな大好き。ドリアンみたいな感じなのね。あ、てかドリアンなのねまた貸ししました。また貸しって久々に聞いた。うわー初めてのこの重なった状態での写真撮影でございます。はい、チーズ。これさ、多分エンドロールで流れるんじゃないかなって思うんですけど、足りなかったらどうなるんだろう。お前嬉しい質問です。世話が、世話が、プレイヤーの名前は本当にこれでいいんだな。良くなければ直せ。え、どういうこと？え、さやかでいいけど。直せだから。あ、いや違う、ひらがなとカタカナだ。世話がって何？名字ってこと？違うよね。世話が？何何何何？ちょっと何に続くかわかんないけど、まあ私としたらマミムメモかな。なん、どこで使うんだろう、ちょっとわかんない。マミムメモでで良いのだな。名字が先で、あ、あー、はい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 、なるほどね。名字か、じゃあマミムメモでいいようん、あ、動いた。じゃあ会話しましょう。ドラゴンパウダー忘れてた。そういえばそんなもんあったね。プーにあげよう。さらばじゃ、I say goodbye。 そんなことが書いてあったのかな。よく来たな、こんな遠いとこまで休め、ようこそだ。俺女だ、間違えたか、男と。ん？結局どっちなの。やあ、ニコ、かわいい。ここは休むんだよね。あ、これ逆だ。逆ない、違うね。まるでブサイクなタピストリーのように、物語の縦の糸と横の糸とが出会い別れ絡まり合って大きな絵が現れてきた。君はここまで幾度となく果てしない旅を呪ったことだろう。傷つき倒れたことだって数えきれないほどあったと思う。それでもここまでたどり着いたのは君にもともと備わっていた知恵と勇気のおかげだ。仲間たちと互いに信じ合い励まし合ってきたおかげだ。君の力がどれほど大きくなったのか考えてみたことがあるかい？
今の君にオネットやツーソンで出会った敵が襲いかかってきてもきっと一撃で倒されてしまうのだろうな。もう戻ることはできない。明らかにイーグというとてつもなく大きな敵はネス、君を恐れている。君の前進を妨げようとしている。これから先の旅は今まで以上にスケールの大きな想像を絶する冒険になるだろう。ギーグの懐へ確実に君は近づいているのだ。君が辛い場面は敵も苦しい状況だ。それをいつも覚えていてくれ。それにしてもあのポーキーはどこへ行ったのだ。確かにヘリコプター壊れてたんだよね。お茶を飲んだらまた出発だ。運命は君を良い方向へ、良い方へと導いてくれるはずだ。信じて前へ。ネス、ポーラ、ジェフ、プー、君たちにいつも幸運の女神が微笑みかけてくれるように。そういえばあれでしたね、糸井さんでしたね。糸永さんとかなんか失礼な名字を散々勘違いしてて申し訳ない。なんかこういうのいいね。なんだろう、頭の整理ができる。いい切り替えになるしね、気持ちのね。土の下あるんだ、あるんだ。広い広いいる恐竜、でかいぞ怖いんだ。地底大陸、石あるおしゃべりな。はあ、俺命の角笛欲しい。命の角笛くれればお礼に物やる。やるものリスト見ろ。へえ、ちょっとメモっとくか。メモっとくとかスクショ取ろう。ちょっとじゃあ持ってこようか。買ってきまーす。夜鍋しなかったか。どこで夜鍋してくれるんだろうな。というわけでサタンバレーで命の角笛を買ってきました。あと言うの忘れてたんですけど、プーがダイヤの腕輪を装備できることをさっき気づきました。で今こんな感じですね。輝くお守りってなんだっけ。パラライシスから守るのか。なるほどね。じゃあ命の角笛を開けましょう。あ、わかった。これ順番にくれるんだ。なるほどね。OK。最高のバットが一番最後ね。で、1の時に確か最高のバットって一番いい武器だったような気がするんで、これは絶対もらおうと思います。粗末のパン。あまり説明したくない。うまいという人もいる。それでも70回復するじゃん。では、どうしよう。食べようか。もぐもぐ。もぐもぐ。よし、じゃあ最高のバットをもらいましょう。よしよし。あ、なんていう？たまった。満足した俺。じゃあな。というわけで、点。8上がりますね。いいですね。で、あと、魔封じのコイン。魔除けのコイン。ん？どう違うんだ？魔封じだから PSI にかかりにくくなる。ん？どう違うんだ？どう違うのかわからない。でも前、どっちだっけ？魔除け？魔封じの方がいいのかな？ちょっとわかんないな。まあ、ちょっと魔封じにしとこう。武器何なんだろうね。素手だとは思うんですけど。よし、こんな感じです。パンとか食べる？まあ、いいか。ちょっと整理しよう。